ブレンダー用のコントローラーを作ると言い出してからしばらく経ったのだけれど、あれから一体どうなったのだろう。もう完成したのかな。様子を見に行ってみよう。わ、なんだろう、何かのパーツかな。シシ、ルイルイだ。ううう、一体どうしたの。ついに完成じゃあ。もしかして例のコントローラーがついに完成。ブレンダー用コントローラーの試作品の完成じゃあ。まだ試作だった。そんな簡単に作れるわけがないでしょう。急に元気になったな。前回お披露目した雑なデザイン画をもとに試作を作ってみたよ。雑って自分でも言っちゃってるし。でも形になってきたね。これって動くの。これはボディの試作なので、まだ配線などはしていないよ。ボタンやノブはくっついてるけど、ボタンを押してもノブを回しても何も起きない。なんだ。でも電子回路の試作は別に作っていて、こっちは動くよ。おう、なんだこれは。前回同様、よくわからない部品がいっぱいだ。私もこの部品たちが一体何なのかよくわかっていない。こっちも前回同様だな。ボタンやノブにはどういう機能が割り当てられているの。それではまずはこのノブから軽く解説。このノブは回すだけのものではなく、実はスイッチの機能もある。上からグッと押すことができる。押すとどうなるの。モードの切り替えのパイメニューが表示されるようにしてみたよ。これでいつでもスカルプトモードに切り替えられる。スカルプト機能、相変わらず好きだね。このノブを回すとどうなるの。このノブを回すとブラシのサイズを調整できるよ。左に回すと大きく、右に回すと小さく絞られるよ。おお、ちゃんと動いてる。このボタンはブラシの強さ調整、このボタンはダイナミックトポロジーの切り替え。ボタンの機能をまとめて表にするとこんな感じ。ほぼスカルプト専用機だな。バレてしまったか。そりゃね。この設定は後でいろいろ変えるかもしれないけどね。キーのマッピング構成は本当に悩ましい。それだけで何日も悩めてしまう危険な沼だと気づいた。一度暫定的な構成で進めることにしたよ。確かにいくらでも悩めてしまうな。ちなみに次のステップではどこまで進める予定なの。次の段階ではこのボディにこの電子回路を組み込んでいくよ。生まれて初めて基板作りに挑戦することになりそう。ついに基板作りにまで手を出すのね。うまくいくといいな。基板ができれば完成にぐっと近づくんだから。次回自作基板シスデュエルスタンバイ。ちょ、よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。